ずっとさっきからね、皆さん言ってるように、スポーツが主役になってないですよね。なってないですね。それをどうするか、それでみんながどう楽しむかということじゃなくて、やっぱりもう利用されてるっていう、これをね、やっぱりもうそろそろ逆転しませんかっていうね。スポーツが主役になるようにっていうことを思って、文化勲章に選ばれた、川淵さんのことを今年のニュースの一つに選んだんですけれどもね、副紹介私も行ってきました、森何がしさんが並んでました麻生何がしさんがその横にいて、もうそれを見た時にああ取り込まれてしまったな川淵さんもとつくづく思いましたけれども、川淵さんのやったこと、要するにスポーツを主役にしようと、親会社が主役じゃないんだよということだけをもう一回なんかやり直してほしいと私は思っているんですけれども。出会いテレビ、フードスタートです。